マルコーレ。皆さんこんにちは、マルコこと丸山ことせです。本日の動画はシーン購入品紹介ということでですね、2024年度ということで、新年度が始まりましたね。まあたくさんね、いろいろ3月はいろいろありまして、まあちょっと私のおじいちゃんが亡くなっちゃったりとか、まあ、いろいろ悲しいこともあったんですけれども、まあ人生前向きに楽しく生きていこうということで、ワクワクドキドキな新しいものをたくさん購入したので紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、まず1点目、こちらバケットハット。まあちょっとなんかキャンプこれから行くんですかみたいな格好してるんですけど、まあ今年はね、ぜひキャンプにも行きたいなということで、このデニムのバケットハット買いました。あとこちらのパーカー、これはなんかもう本当にまあお安いので、まあ汚れてもまあいいかなぐらいなノリなパーカーを買いました。でこれとこの茶色と色違いで薄ピンクのパーカーも買いました。すごいなんかバレンタインカラーだよね、こうやってピンクと茶色で。もう終わっちゃいましたけど、はい、って感じでパーカーを買いました。で服系で言うとですね、あ、靴も買いました。靴、サンダル見て、可愛くない？分厚めのクロックスもどきみたいな。これは私結構足が大きいんですけど、普段25ぐらい、このサイズぴったりでした。イエイ。はい、終わったやつ後ろ置いていこうかな。どれやったか分かんなくなりそう。よいしょ、畳むの下手くそなんだよね、適当に。はいはい、そしてなんといっても今回はですね、子供服をいっぱい買ったんです。私の甥っ子ちゃんがですね、4月で2歳になるということで、で今絶賛車ブーム、もう車大好きすぎて、もう車通ったらブー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 みたいな、トラック通ったらトラックイスズみたいな感じなので、車のお洋服にとっても喜んでくれるんですね。なので車のお洋服大量買いしました。まずたくさんあるんですけど、よいしょ全部セットアップ。まずてるん、青、あ、なんかくっついてきちゃった。青、ハンバーガーと車のセットアップと、ドゥルン、こちらはネイビーっぽい T シャツとカラフル、これも車と、緑の車と、赤の車と、白黄色の車、働く車が好きなのよ、うちのおいっ子ちゃんと、まあ、全部 T シャツ短パンかと思いきや、長ズボン長袖も買いました。これも車、地味にここも車のはずだったんだけど、多分生地の位置の関係でコーンしか映ってない。これは当たりはずでありそう、どの部分の生地が入ってるかっていう感じで、車の服と靴下もいっぱい、全部車。このさ、6組入ってこのお値段、最高、素晴らしい。もう汚れたらもう捨ててください、お姉ちゃんと帽子、車のキャップと、ワキハ、ちゃんと紐もついてるワキハと、あとバッグね、すごいちっちゃいバッグなんですけど、まあおもちゃとか車のおもちゃとかいつも持っててさ、外お出かけ行く時もこれ持っていきたいっていう風に言うから、でおもちゃのここにこうやって入れたら可愛いでしょ、持っていける。これもね、ちっちゃい絵本とかだったら入りそうなバッグ、可愛い青のバッグ、車のバッグ買いました。あとおすすめグッズは、最近カーズが好きなので、カーズのシールがね、いっぱい入ってるセットと、お皿、車のお皿、このお皿だったら好き嫌いなく食べてくれるかななんて思ってます。イエイ。
すぐにいっぱい買っちゃいました。いやもう一個めいっ子可愛すぎますよね。まだめいっ子はいないんですけど、いやめいっ子ちゃん何でも買ってあげたくなっちゃうよねって感じでいっぱい買いました。とあとはこっから自分のものね、こちら、これは何、セルカ棒、脚立じゃなくて三脚、こうやって三脚にもなるしセルカ棒にもなるよみたいな。で伸びるし、しかも光る、めちゃくちゃ良くないですか。これ旅行とかにね、あとまあ YouTube の撮影とかにも使えそうだなと思って買いました。とあと生活用品ね、こちらバスマット、黒い大理石風のバスマットと、バスタオルかけるやつずっと欲しくて、これ洗濯機とかのとこにペタって貼ってバスタオルかけようかなと思って、今ハンガーにかけてるから邪魔くさくてこれにかけていこうと思います。とティッシュケースがねなかったの、あの自分のドレッサーのところにあるんだけど、寝室とあのリビングにはティッシュケースなかったので買いました。でも結構さ、あのリモコンとか携帯とか置きたかったから、こう入れ物、ここに物が入るようなティッシュも入れたんですけど、こういう形とこういう形、木の感じね、かわいいでしょ。ちょっとあの箱ティッシュは入らないね、でも私いつもビニール のティッシュ買ってるから大丈夫そうです、かわいい。そしてあとネイル、あの家でネイルするのにいつも普通にあのマニキュアっていうの塗ってたんだけど、まあ、結構剥がれるじゃないすぐ、だからあのピッてやつ、光のやつ買いました。ジェルネイル用のピッてやつ、コードもついていきますと、まあ、ちょっと あんまりねやったことないからわかんないんだけど、まあ、いるであろうこういう何、甘皮処理とかするような、これなんて言うんだろうね、こういうのとか、まあもちろん塗るやつ、このいろいろベースとかトップコートとかカラーとか、このシリーズめっちゃいいっていろいろ TikTok でも話題になってたので、全部見た目同じなの、ちょっと分かりにくいけど、一応この上のところにね、これはトップコートですよとかマットコートですよとかシールつけてくれてます。とあとネイルオイル、ネイルオイル、このお花入ってて可愛いんだけど、このネイルオイル4つも入ってこの値段、効果あるのかしら。とまああの落とすとき使うやつ、リムーバーも2本セットでこの値段、これ何？あ、これも色のやつだね、塗るやつって感じで、ネイルのもろもろと、あと化粧品系を今回初めて買ってみたんです。まずいつも私ファンデーションとかもあんまりこういうの使わないんだけど買ってみました。メイクスポンジ、ピンクのメイクスポンジと、このメイクスポンジをこう置いとくやつ、怖くない？こうやって置いとけるよって、かわいい。とメイクブラシ、うわーめっちゃ全部グレーシルバーカラー、いろんなのある、すごいいいよね、お得だよね、こんだけ入って。とこのシルバー系で攻めてるよね、こちらアイシャドウパレット、可愛くない？色も結構可愛い、キラキラ、アイシャドウいっぱい買った。これとブラウン系、ピンク系買いました、使ってみようと思います。あとマスカラ切れたから買ってみた、これはどうなんだろうね、使ってみようと思います。あと持ち歩き用のブラシ2本ついてる、こうやって開いてさ、うんよってやってくれたっす、でこうやってやって、使い終わったらうんって下手くそ、こうやってやって
ついてったら毛玉取るやつみたいだけど、まあ、持ち歩きだからこうコンパクトでいいね。あとこれはお家でやろうと思って、これはブラシですね。ちょっと最近シルバーが好きで、私のドレッサーもシルバーカラーで結構揃ってるので、ドレッサーに合うかなと思って、あと持ち歩き用の鏡もシルバー、キラキラシルバー鏡ね。でもね、私今までねディオールのあのミラー使ってたのにね、なくしたの。どこ行ったんだろう、あのディオール、ショック。だからシーンで買いました。あ、新しい iPhone ケース、これもシルバーと、あとあのシュシュとかちょっと買ったんですけど、ヘアゴム系シルバー、シルバー黒、これちょっと何パールついてる髪とかとか、あと髪の毛につける、私髪の毛染めたことなくて、ちょっとこういうので気分変えれたらなみたいな感じで、これパコってよくライブとかの時つけてるんですけど、この色のは持ってなかったので、ちょっとブロンドっぽいパコって、おお、ブラポニーテールしてつけるやつ、根元黒いから黒髪でもいけるよねっていうやつです。とあと鍋敷き、お花の鍋敷き、かわいいでしょ。とね、あの今安全ガールのお仕事してるんですけど、建築現場で安全をエンタメを通して伝えようっていう女性グループねやってるんですけど、そこで、まあ、1年間ずっとあの黒い100均で買った名刺を使ってたの。そしたらすごい社長に、おじさんみたいだよねってすごい言われて私たちピンクがテーマカラーでやってるから、ちょっと名刺でもあの、ね、新年度始まったしピンクでちょっと新しいの買おうかなと思って買いました。名刺入れかわいくない？ホットピンク、ちょっとあんま入んなさそうだけどね、でもこれでもう親父臭いとは言わせません。ということでピンクの名刺入れ、新年度も安全ガール頑張ろうと思います。完全に、はい、以上かな、多分以上です。計3万円ぐらいのところ、まあ、いろいろクーポンとかセールとかがあって2万円で買えちゃいました。いや、お買い物楽しいよね。シーン大好きすぎていつもなんかもう無駄に見ちゃいますけれども、まあ、ちょっとね新居に引っ越してあんまり物増やしたくないなとか言ってるくせにこんなに買うっていうね、ちょっとまた買っちゃうと思うんですけど、また何か買ったら紹介したいと思います。という感じで以上マルコオーレでした。バイバーイ、マルコオーレ。